さあ、ではね、続いて、高校から次社会人に行かれたんですよね。はい。ちなみにどちらのチームに？僕の時は新日本石油エネオスっていう野球部に所属はしてたんですけども、本当そこしかオファーがなかったっていうのが正直なところで。そうなんですね。その時は大学とかそういろんなもともと選僕は択大肢。学を進学するつもりはなくて、もうダメだったら普通に野球やめるつもりでいたので、そうなんですか。たまたま1個オファー来たところが、その当時は全く知らなかったですけど、名門なところからオファーいただいたんでね、本当に今では すごいとこからオファーもらったなと思ってます。今すごいチーム、伝統がある強いチームですもんね。そうですね。あんまり社会人野球を見ることが高校の時になかったんで、あんまりこうどれだけすごいチームからオファー来たかっていうのはちょっと知らなかったんですけども、今となればすごいチームからオファーもらったなと思います。でもオファーいただいて結構即決というかあれですか。即決というか、監督に呼ばれて、プロ志望届を出すかとかいう話にもなったんですけど、出したら僕プロ行けますかって言ったら、行けるわけねえだろって怒られて、そうなんですね。でたまたまもう1個社会人野球から来てるぞっていうので、そこに行かせてくださいっていう話になったんですけども、じゃあ社会人野球からまた行こうかなっていうのも踏まえっていう感じまあそうですね、本当に野球できると思ってなかったので、そういったチャンスをくれたのがたまたまエネオスだったのでね、そこは本当に感謝してるなと思います。エネオス入ってみてまずどうでした？最初の印象とか。印象って、本当に30歳とかその人たちもいるわけで、今までやっぱ18歳までの人たちしか知らなかったんでね、そういった人たちと野球するっていうのが、なんかやったこともないし、すごい新鮮ではあったんですけども、レベルがまず違うなっていうのがあったりとか、あと今までやらされてきた野球っていうか、今日一日中のメニューが高校の時はずらーってあったのが、エネオスに入ったら結構やりたいことをやってもいい時間があったりとか、その時に自分は何していいんだろうとかっていうのが結構戸惑いはすごいあったなと思いますね。主体性というか、そうです割ね、とすごいこう。強いチームなんですけども、例えば一日練習やっても、例えば午前中はチームでやるけど、ここは自分のスキルを伸ばすために自分で考えながらやりなさいとかっていうのもあったりするんで、そういう時に今までそういったことをやってなかったんで、何したらいいのっていうのが、すごい戸惑いはあったかなと思います。そうなんです。そういうのってこうどう考えてやっていくようになるんですか？やっぱこう先輩たちに、じゃあもうちょっと一緒にやろうぜとか、もっと例えばフォームでもこういうふうにした方がいいんじゃないかとか、そういった意味で、いろんな人からアドバイスをもらえたっていうのが僕の中で大きいんじゃないかなと。なんか自分一人で良くなったっていうわけじゃなくて、すごいこうみんなにこういろんなアドバイスもらって、成長したと思うんだよね。そこはやっぱチームで良かったなっていうのは思うんですけども。エネオス時代のちなみにこう成績とかはどんな感じですか？エネオスの時は4年間いたんですけども、多分最初の2年はあんまり投げたり投げなかったりとかで、一応最後の年は一番大きい都市対抗という大会を優勝はしてはいるんですけども、初めて野球人生でこうちょっとこう新聞に載ったなっていうような感じで、本当にいいチームに入って、いい成績残せてっていう、初めてこう野球やってこう楽しいじゃないですけども、結果出せたっていう時かなと思います。タイトル的なものもね、取られてますもんね、一応そうですね、チームが優勝しないともらえないので、優勝してよかったということと、その中でその賞をもらえたんでね、少しは名前は残せたかなと思います。なんかその高校から社会人に行ってこう、なんだろう、その活躍する間にこうピッチング変えたりだとか、なんかこう自分の中の意識とか変わっ意たものと識とかあるんいうですか？か、全然ストライクも入らなかったりする時期もあったんで、そういった時にこうやっぱベテランの先輩たちから、今実際エネオスのコーチピッチングコーチやったりとかしますし、そうした人たちからもう一度こういうのやったらどうだとか、アドバイスもらったりしてたので、そういったのが自分もストライク入んなかったりとかいうので、ちょっとこう試してみようかなとかって思えて、それをやってみたらちょっとずつ良くなってきたっていうのが自分の中であって、そういったいい先輩たちに出会えたっていうのも大きいんじゃないかなと思います。社会人時代はちなみに寮とかですか？そうですね、寮にいました。じゃあもう朝から晩まで野球漬け。基本的にはそうですね、一応出社もあるんですけども、どんな感じのスケジュールで一日
過ごされてるんですか？基本的には野球中心にさせてもらえる会社なので、うんうんうん、本当に朝から練習して、あ、午前中出勤とかでも、あ、そういう日もあります。あ、そういう日も朝出社してから午後から練習っていう時もあるんですけども、はい、基本的にはあの野球中心にやらせてもらえる会社なので、うんうん、まあ、本当に朝から練習して、うん、まあ、本当に午前中で終わる日もあれば一日中練習する日もあるしとかで試合に行く日もあるしとか、まあ、基本的にはあのシーズンが最後の大会が終わってから出社が一日中出社とかそういうのがあったりするんですけど、そういうのもあるんですね。そうですね、オフシーズンが終わってしまうと、まあ、会社に貢献するような会社に、まあ、特にやることはないんですけども、会社に行っても例えばどんなことされたんですか、お仕事？僕は交渉勤務だったので、はいはい、まあ、こんなことテレビの前で言うことじゃないと思うんですけど正直何もやってないですね本当にあの本当にいい会社で、あの工場勤務なんで、うんうん、ちょうど僕が行った時とかに夜勤明けの野球好きのおっちゃんとかが、はいはい、もうあのちょうど終わって、うんうん、で僕らはその仕事行くんで普通にあの売店とかに呼ばれておちょっとあの喋ろうぜみたいなのでコーヒー一杯おごってもらってお前この間ピッチング良かったなとかって話を30分ぐらいコーヒー飲んで、でそしたらもうそのままあのシャーベって帰られるんで、僕はそこからちょっと遅れて会社に入っていくみたいなのとか、あの本当に野球に対してすごい温かい会社で、まあ、ちょっと本社とかはちょっと分かんないんですけど、僕は交渉勤務だったんで本当にあの野球好きの人たちが多くて、あ、そうなんですね、はい、本当にあの僕のいた所属するところが良かったのかもしれないですけども、あの非常によくさせてもらったかなと思ってます。そのね、イメージなかなかイメージつかないんで、ね、田澤選手が工場で働いてるイメージ、働いてはないですね、行ってるだけですね、基本的にあのやることないんで、あの本当にたまに倉庫の掃除とかそういうのもあったりするんですけど基本的にはやってないですねちなみになんかじゃあオフの日とかはどんな風に過ごされてたんですか？いや別に結構トレーニングとかですか？いや、ほとんどしてないですね。オフはオフ、その代わりオフ明けに風邪とかひいたらめちゃめちゃあの怒られるんですけど何してたんだっていう感じですか？そうですね、はい、やっぱ自己管理は大事だっていうので、まあ、その野球自体が門限もないですし。あ、そうなんですね、はい、ちょっと意外です。いや本当に、自由なチームだと思うんで、オフは本当に先輩とどこ行ったとかもありますし、あ、うんうん、まあ、本当自由ですね。なんか結構社会人野球って割とこう固めな、ね、ガチガチなイメージが結構あったんですけど、あ、まあ、会社とかね、まあ、社風も出るのかもしれないですけども、ね、エネオスは本当に自由っていうか、まあ、本当に練習したらすれば まあ、したらいいと思いますし、うんうん、別に遊びに行きたかったら遊びに行って、まあ、本当にリフレッシュして、うん、ただその休み明けの練習はしっかりやるよっていう話で本当にあのメリハリの取れたいいチームだと思いますね。あ、そうだったんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあ、まあそのところから社会人、じゃあいつ頃からもその次あの海外にっていうことになってくると思うんですけど、そのあたりはこういつ頃から海外いいかなっていうのは考えられて、海外いいかなっていうのは特に正直なくて、たまたま本当は3年目でプロ行くか行かないかっていうのがあったんです。僕4年間いたんですけども、はいはい、もしプロに行かないんであれば日本代表アマチュア野球の方の日本代表に行かせてくれるっていう話で、僕はもうプロに1年残ってそっち行かせてくださいっていうふうに言ったんで、それで海外に行かせてくれたんですけども、うん、その時に多分スカウトが来てたのかなっていう、そういうあれだったんですねぐらいで、別に僕が、うん、あの当初アメリカに行きたいっていうふうに言ってたわけではなくて、実際はそんなにあの1年残ったのも、当時のピッチングコーチと、うん、あのまあ、監督があのプロ出身の方で、はいはい、で残れば別にプロに行かなくてもプロのことを教えてくれると思ってたん で、うん、でもう1年残らせてくださいっていう、もう一度結果を残してからプロに行きたいってことは伝えたんですけど、そういう流れで、あ、そうですね、なんで別にあのメジャーにとかっていう意識とかでも、あ、そういうのはなくて、はい、もともとその1年残ったっていうのも、うん、その社会人野球からプロに行くって即戦力ってすごい言われるので、うん、それになれる自信がなかったので、うん、残ったっていう、まあ、一応結構あの、うん、プロの2軍の人たちと社会人野球って試合したりすることがあったりするんですけども、うんうんうん、やっぱり自分の力があんま通用しないなっていうのがすごい思っていて、そういった意味も込めてもう1年残って、その代わり
その監督、ピッチングコーチにプロとしてっていうのを教えてほしいっていうふうには伝えて1年残ったんですよね。でもそんな、まあ、いろんなご縁とかもあって海外にっていう決断はなんかあまり迷いはなかったんですか？迷いはないわけじゃなく、まあ、本当にいい会社だったっていうのが一番多くて、優勝ちょうどその一番大きい都市対抗という大会優勝した時に、まあ、あとは自分の好きなことで、まあ、そのアメリカっていう選択肢もその会社の後押しがあって、そうなんだ。そうですね、会社的にもチャレンジすることは何が悪いっていう感じだったの で、で特にまだ自分が即戦力として、日本のプロでできるよりかはやっぱトレーニングをしてどう成長するかっていう、別に僕は最初からメジャーに行けると思ってたわけではなくて、そのトレーニングをした成長してメジャーに行けたらいいなっていうぐらいの気持ちで、アメリカに挑戦したので、ちょっと誤解されてるかなとは思うんですけども、別にそういったいきなりいけるぞっていうふうに思って言ってたわけじゃなくて、そのトレーニングとかその成長度っていうのをすごいアメリカのスカウトの方に言ってもらえたので、どちらかというとそっちを信じたっていう感じですかね。